皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフェの元です。今回はキャバリアについてご紹介します。キャバリアとはイギリスが原産で、チャールズ2世に可愛がられていたそうです。そんなキャバリアの特徴とは、垂れ耳、大きな目、全体的に羽毛のような毛質です。キャバリアの性格は、明るく陽気、愛情深く寂しがりや、攻撃性がなく多頭飼いにも向いています。飼う際の注意点は、1日2回30分程度の散歩が理想的です。起毛が絡みやすいので、ブラッシングが大切です。皆様もキャバリアを飼ってみませんか？ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフェのもとにご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。